いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。今回は Google フォトの使い方について、基本から応用まで広く共有させていただきます。ぜひ操作に困った時など、いつでもご確認いただけるよう、高評価やチャンネル登録いただけますと幸いです。スマホのコンシェルジュでは、豊富な指導実績をもとに、スマートフォンの使い方に関する動画を制作、配信しております。300本以上の動画教材を無料開放しておりますので、ぜひお役立てください。それでは今回もよろしくお願いします。Google フォトは、Google が開発している写真や動画の管理サービスで、Google アカウントさえあれば、スマホアプリやパソコンのウェブブラウザから誰でも利用可能です。Google フォト最大の利点、かつ理解に難儀するポイントとして、写真をインターネット上に保管する、いわゆるクラウドストレージという仕組みをとっていることが挙げられます。スマホで写真を撮影すると、当然そのスマホ本体に写真が保存されていくわけですが、Google フォトを使っている場合、それと同時にその写真データのコピーがインターネット上にある利用者専用の Google フォトの倉庫にも同時に保存されるようになります。これにより、本体の故障などにより原本が失われてもクラウド上に写真が残る、いわゆるバックアップとして機能するだけでなく、インターネット接続があり、自身の Google アカウントにログインさえできれば、別のスマホやパソコンからでもアルバムにアクセスできるので、例えば出先で撮影した写真が何もせずともすぐに自分のパソコンで見れる、そしてそれを資料に添付するといったことも容易にできるようになります。また本体の写真だけを削除してスマホのストレージを節約できたりと、大きなメリットがあります。ただ後ほどまた詳しく確認しますが、Google フォト上で写真を削除すると、デバイス本体にある写真もろとも削除されてしまうというかなり乱暴な仕様になっている点や、バックアップは Gmail、Google ドライブと合わせて 15GB までという制限がある点、またネット上に写真を置くので、使用に際してデータ通信が大きくなりがちといったデメリットも存在します。Google フォトをフル活用していく場合は、Wi-Fi 環境は必須とお考えください。またこのデメリットはバックアップをオフにすることである程度解消しますので、そうした運用についても後ほど見てみたいと思います。すでにご使用の方はもうあまり覚えていないかもしれませんが、バックアップするかどうかやその時の画質設定は Google フォトの初期設定時に選択しています。こちらがまずはじめに聞かれる自動的にバックアップしていくかどうかの設定で、ここでもししないの方を選んだ場合は、このスマホの写真が自動的にインターネット上にアップロードされていくことはなくなりますが、バックアップしたい写真を選んで手動でバックアップしていくこと自体は可能です。ひとまず当動画ではオンの状態で進めていきます。バックアップ時の画質に関しては、Google フォトにバックアップできる容量は 15GB までという制限がありますので、より多くの枚数をバックアップできるよう、多少画質を落としてでも写真のデータを小さくしてバックアップするか、もしくは原本そのままのデータサイズで行うのかを決定します。単純計算で保存できる枚数が3倍ほど変わってきますので、当動画では保存容量の節約画質を選択した状態にしておきます。ここ意図せず元の画質となっている方もいらっしゃるようですので、後ほど設定から改めて確認してみます。またここのスイッチはどんな状況でもモバイルデータ通信を使用して即座にバックアップするか、Wi-Fi に接続した時にだけバックアップを行うかというスイッチです。モバイルデータ通信を大量に使用されるのは困るので、基本的にはオフにしておきます。これらの設定はいつでも変更可能です。
ではアプリの画面構成を簡単に確認しておきます。まず一番初めの画面、これがフォト一覧画面で、撮影した写真がずらっと並んでいます。上部には Google フォトが自動的に何かテーマに沿ってまとめたアルバムのようなものが表示されることがありますが、結構縦幅も大きく不要と感じる方もいらっしゃるかと思います。設定からオフにすることもできましたので、後ほど確認したいと思います。写真を撮ると新しい写真は一番左上に表示されます。なお、このフォト一覧画面からはバックアップされている状態なのかどうかということはパッと見ではわかりません。特に強く意識する必要はありませんが、この一覧画面というのはバックアップされている写真やスマホの中にだけある写真などすべて一緒くたに表示しています。ボタン、アイコン類の配置はかなりオーソドックスで、右上にはやはりプロフィールアイコンがあり、バックアップ設定をはじめとして結構重要なものが格納されています。画面下には4つのボタンが配置されていて、一番左が今見ている基本となるフォト一覧、自動生成されたアルバムなどが表示される思い出タブ、写真を細かく整理して表示するコレクションボタン、写真を検索するボタンとなっています。ここの並びやボタンの名称はちょくちょく変更があり、最近までこのコレクションはライブラリーというボタンでした。アップデートの状況によってはまだこちらの並びが違っているという方もいらっしゃるかと思います。メインとなるフォト一覧の操作方法を見ておきます。写真をタップすると全画面表示となり、上下にお気に入りや編集といったボタンが並びます。さらにタップすると上下のボタンも一度非表示になります。もう一度タップで再び表示です。左右にスワイプすると隣の写真に移動します。右上の3点アイコン、または写真を上方向にスワイプするとこのようにまたいくつかのボタンとこの写真の撮影機材や位置情報などの詳細画面が表示されます。一覧画面はピンチイン、ピンチアウトで表示のサイズを3段階で変更できます。上下にスクロールする際は画面右側に補助ボタンが表示されて、ここを掴んでスライドすることで高速に縦スクロールの移動が可能です。複数選択は何か写真を長押しするとチェックマークがつきますので、他の写真をタップしていくと複数選択されていきます。また長押ししたまま上下に指をスライドさせるとその範囲に連続でチェックマークをつけていくことも可能です。または日付の右側にチェックマークが出ており、ここをタップすると一度にその日付分選択されていきます。それでは写真の整理方法についても見ていきます。まず重要な削除に関してです。このゴミ箱のアイコンで写真が削除されます。ただしこの段階では完全に消去はされておらず、一旦写真はゴミ箱という領域に移動します。そのゴミ箱はこのコレクションタブの中に配置されています。ここの中身は放っておいても最短30日後に順次消去されていきますが、すぐに消去したい場合はここでさらに削除とすると完全に消去となります。誤ってここに入れてしまったという場合はここで復元をタップすれば元に戻ります。 Google フォトでの削除の仕様について大変多くの方が困惑するポイントとして、Google フォトアプリ上で今のような削除を行うとバックアップだけではなくデバイス内の原本ごと削除されます。
本体にも保存してあるから Google フォトのものは削除しても大丈夫とはならない点はご注意ください。逆にバックアップを残してデバイス内からだけ削除するのは容易になっていて、3点アイコン内のメニューからデバイスから削除とタップするとバックアップを残したまま本体側の写真のみを削除することが可能です。ストレージを開けたいときにこのような操作を行います。削除以外の写真の整理について確認していきます。まずアルバムの作成です。いくつかやり方ありますが、右上のプラスボタン、スマホにおいては何かを追加したり新規作成したりするイメージのボタンですが、こちらの中にアルバムの作成と格納されています。このアルバムのタイトルと説明を入力して、こちらの写真の選択からこのアルバムに追加していく写真を選んで、ここの追加とするとアルバムが完成です。作成したアルバムはコレクションタブ内のアルバム欄に表示されるようになります。さらに写真を追加したい場合はこのボタン、右上の3点アイコンにはいくつかメニューが格納されており、このアルバムを丸ごと削除したり編集をタップするとアルバムから個別に写真を削除可能です。なお、こうしてアルバムにまとめた写真はあくまでフォト一覧から抜き出して見ているという状況なだけですので、アルバム上から削除したりアルバム自体を削除しても Google フォトから写真自体が消えるというわけではありません。あくまでこのアルバムのくくりでは表示しなくなるというだけになっています。全画面表示の際、右上に星のアイコンが見えますが、やはりこちらは Google フォトでもお気に入りを表します。フォト一覧でもお気に入りをつけたことは一目でわかるようになります。こうしてお気に入りに登録したアイテムはどこかでそれを一覧で見れる場所があるはずです。眺めてみるとやはりコレクションタブのこちらにお気に入りという欄があり、ここにお気に入り登録した写真が一覧で表示されました。見当たらない場合は下の方にスクロールするとここにも用意されています。よく閲覧する写真など自分なりのルールで星をつけてみてください。写真の詳細画面にてアーカイブというボタンがあります。このアーカイブ機能は Gmail にも似たようなものがありますが、削除はしたくないけれども一覧画面からは非表示にしたいという絶妙な立ち位置のアイテムを管理するための機能です。アーカイブをタップするとフォト一覧からはこの写真が見えなくなります。やはりコレクションタブ内にアーカイブしたアイテム専用の場所がありますので、こちらからまとめて閲覧、アーカイブの解除も行うことが可能です。メモとして撮影した写真などフォト一覧を閲覧する際に邪魔になりそうなものを入れておくといった運用が考えられます。写真を完全に人目につかないよう管理できるのがこのロックされたフォルダという場所です。このボタンから移動できます。ロックされたフォルダ自体はやはりコレクションタブに設置されていますが、この中を覗くにはスマホのロック解除が求められます。また以前はこのロックされたフォルダはバックアップ対象からも外れるという仕様となっていました。つまりこのデバイスを紛失してしまった場合はロックされたフォルダに入れた写真にはアクセスできなくなってしまうという仕様でしたが、今はロックされたフォルダ内にスイッチがあり、バックアップするかどうかも選べるようになっています。Google フォトではある程度写真の種類によって自動的に写真が整理されている場合があります。コレクションタブの下の欄では、例えばスクリーンショットや動画は自動的に通常の写真と区別され、専用の場所が設けられています。またこのデバイス上という項目はバックアップの有無に関わらず
スマホ内に保存してあるデータを表示します。フォト一覧がバックアップされているもの、されていないもの、デバイス上にあるもの、ないものを一緒くたに表示するのと異なり、ここはデバイスに存在するデータのみ表示する場所です。中身はこのようになっていて、カメラで撮影したものはカメラ、LINE で送られてきた画像は LINE、ダウンロードしたものはダウンロードといったように、その画像の入手経路ごとに分けて表示されています。これはスマホの内部的なフォルダ構造に依存しますので、人によって区分やフォルダの名称が異なる場合があります。それぞれのフォルダを開いてみると、上部にバックアップのスイッチが設置されていて、この場所ごとにバックアップするかしないか選べるようにもなっています。例えばスクリーンショットは、特に別のデバイスで参照したりする必要もないので、特にバックアップするほど重要でもないという方はスイッチを切っておきます。1点、ここのルールは少し特殊で、このバックアップのスイッチをオフにした場合、これ以降ここに属する写真はバックアップされなくなるのと同時にフォト一覧にも表示されなくなります。 LINE などのメッセージアプリで送られてきて保存した画像がGoogle フォトの一覧に出てこないという場合は、ここのスイッチがオフになっている可能性がありますので、一度確認してみてください。コレクションタブには、新しくドキュメントという欄も登場しました。スマホのカメラ機能は、景色を撮ったり、記念撮影を行ったりするというよりは、メモとして活用する場面も多いかと思います。ここでは、そうした目的で撮られたであろう写真やスクリーンショットを自動的に選別して、ジャンルごとに分けて表示されています。レシピを撮影した写真はレシピ欄に、名刺を撮影した写真は ID 欄にという具合に自動的に整理されています。ただ、この整理がまだまだ精度が甘く、それぞれ見当外れな場所に格納されてしまっているものも多い印象です。例えばこのイベント情報という項目を見てみると、電車の乗り換えのメモが表示されていたりします。このドキュメント欄では、写真の左上に値札タグのアイコンが出てきます。いわゆるタグ付けなどと呼ばれる機能で、この画像に対して今はスクリーンショット、イベント情報と2つのタグが付箋のように貼られているというイメージです。ここをタップしてカテゴリーを変更と進むと、この写真のタグを付け直して格納場所を変更することもできます。それぞれの場所には30日後にアーカイブというスイッチも配置されています。前述の通り、削除はしないけれども、フォト一覧にも表示しないようにするというのがアーカイブ機能です。しばらく閲覧しないようなメモは、フォト一覧から非表示にしたいという場合に、自動的にそれを行ってくれるということになります。なお、アーカイブされた後も引き続きここには表示されるようです。写真や動画の編集についても、簡単にどんなことができるのかチェックしておきます。全画面表示時のここに編集のアイコンがあります。写真編集画面は、ここで機能を切り替えて、ここで詳細を設定するといった構成になっています。先頭に出てくる候補では、Google フォトからおすすめの編集として、マッチする色味の補正がいくつか提案されます。切り抜きでは画角の変更、角度の調節ができます。面白いのがこちらのボタンで、写真の歪みを調節したり、斜めから撮った写真を真上から撮った風に加工するといったことができます。こうした処理は台形補正とも呼ばれます。このツールアイコンには、背景をぼかして写真に奥行きをもたらすぼかしや、邪魔なものを消去する話題の消しゴムマジック機能が格納されています。
調整タブでは明るさやホワイトバランスなどを調節したりと、細かい色味の調整ができます。一般にコントラストを強めるとパッと見綺麗に見える写真になりやすいとされますが、やりすぎは注意が必要です。フィルタでは全体的な風合いを一括で簡単に調整できます。このマークアップはペンで書き込んだりテキストを入力したりする機能です。動画の編集も見ておきます。こちらは一部ストレージ容量の削減にも効果的なものがあります。動画タブではまず尺を調節することができます。この両端を掴んで不要な部分を切り取る、いわゆるトリミングが行えます。なお残念ながらこの機能では動画の間部分を切り取ることはできません。動画をトリミングするとやはりその分尺が短くなりますので、データサイズ自体も縮小されます。フレーム画像エクスポートというのは、今ここに表示されているこの部分を画像として保存します。このアイコンをタップすると音声が消去されます。これは手ブレ補正のアイコンで、タップすると動画の揺れが軽減されます。処理にかなりの時間がかかるのと、処理に際して画角が多少狭くなります。切り抜きタブでは動画の角度の調整、画角の調整を行います。不要なものが映っていたり、被写体にもっと寄りたいという時に使います。また尺をトリミングした時と同様、画角を削るとその分引き伸ばされ画質は劣化しますが、データサイズは小さくなります。写真に比べて動画データははるかにストレージの圧迫要因になりますので、整理する際は削除する前にぜひこれらを試してみてください。調整では明るさやコントラストが調節できます。効果タブには様々な特殊効果のフィルターが用意されています。ここのフィルターも写真編集と同様に色味に一定の雰囲気を加えます。マークアップでは動画にペンでの書き込みや文字入れができます。なおこの動画は尺を4秒ほど短くして画角も多少削りましたが、それにより 41MB だったデータサイズは 23MB、半分くらいのサイズに削減することができました。こちらのプラスボタンにはアルバム作成の他にもいくつか機能が格納されています。コラージュはこうして複数の写真を並べて1枚の画像にする機能です。ハイライト動画では動画や写真を複数選択して、それらを並べて一つの動画に仕上げることができます。先ほど動画編集のところで動画の間はカットすることはできないとお話ししましたが、この機能を使えばトリミングした動画同士をくっつけることで間をカットした動画に仕上げることも一応可能です。このシネマティックフォト機能は意外と面白く、1枚の静止画からこんな動画を作ってくれます。なんとなくわかりますでしょうか。写真に擬似的な奥行きが追加され、被写体が浮き上がったような効果がつけられました。アニメーションでは選択した写真が高速で切り替わりながら表示されます。これはパラパラ漫画のような効果を期待して使うもののようです。写真のプリントもこちらです。
こちらで写真を登録することで、セブンイレブンのマルチコピー機でプリントすることが可能となります。一般的な L 版と呼ばれる写真サイズで1枚40円でプリントできます。注文内容確認後、予約番号というものが発行されます。あとはセブンイレブンのマルチコピー機でこの記号を入力すると印刷可能です。支払いは現地のコピー機にお金を投入して行います。この時点では全く支払いは発生しませんので、予約はしたけれど印刷しなかったという場合でも特にペナルティが発生することはありませんのでご安心ください。離れたところに住む親などにプリント番号を伝えて写真を送るといった活用をされている方もいらっしゃるようです。Google フォトから Google レンズを起動することもできます。Google レンズとは、写真に写っているものを検索したり、テキストをコピーしたり、そのテキストを翻訳したり、といった画像解析機能のことです。この写真に対してレンズを当てて、写っているものを解析することができます。写真をスマホの壁紙に設定したい場合は、詳細画面の写真を他で使うから進むと、フォト壁紙とあり、こちらから壁紙に設定することができます。冒頭でお伝えしたフォト一覧画面上部の表示を非表示にする設定は、右上のプロフィールアイコンから下の方のフォトの設定、と進みます。次の画面ではユーザー設定と進み、思い出をタップすると、この思い出の種類という項目に、フォトビューの上部に表示する思い出を選択しますとありました。ここの内部にあるスイッチを切ると、先ほどの表示は消去することができました。最後に、Google フォトのバックアップに関するポイントや注意点に関していくつか共有させていただきます。気持ちよく利用する上での助けとなれば幸いです。まずはバックアップするかどうかのスイッチやバックアップ時の画質は利用中いつでも切り替えることができます。プロフィールアイコンからバックアップの項目をタップすると設定画面が開きます。ここのスイッチでそもそも自動的にバックアップをしていくかどうかはいつでも切り替えることができます。またその画面下部にはバックアップの画質についての選択項目があります。この辺はどうも意図せず元の画質に切り替わってしまっている時があるようですので一度チェックしてみてください。ちなみにこのサイズ感の目安で言うと一般的にスマホで撮影した写真は 3MB から 5MB 程度になることが多いですが、それが保存容量の節約画質でバックアップ後のデータは1から 2MB 程度になっていることが多いです。これはカメラの性能、スマホの機種、撮影モードなどにも依存しますが、おおむねこれぐらいだと思ってください。なので半分程度には圧縮されてしまっているわけですが、これにより見た目上何か変化がわかるかというと、結論としてはほぼ見分けがつきません。過去に画面上だけでなくコンビニでプリントまでして試したのですが、写真にしてもなお原本と圧縮後の写真の見分けはつきませんでした。ですので、よっぽど大きく引き伸ばすような使い方をする場合は別ですが、基本的に画質の劣化は心配する必要はなさそうです。Google フォトを利用する上で見落としがちな注意点として、意外とデータ通信量が多くなりやすいという点があります。以前様々なアプリのデータ通信の量を調べたところ、Google フォトがなぜか特に多いという結果になりました。この大きなデータ通信は、ストレージ節約のため、デバイスから元データを削除している場合に起こるようです。写真の原本をスマホから削除した場合、それ以降 Google フォトでその写真を閲覧する場合は、
インターネット上のバックアップを見ていることになります。つまりウェブサイトで画像を大量に閲覧しているのと似たような状況になりますので、通信が盛んに行われてしまうという現象かと推察されます。なので例えば頻繁に写真を閲覧するという方は、デバイス内に残しておいた方が都度通信が発生せずに済むので、データ通信を抑えやすくなります。デバイスから削除してしまった写真は、デバイスから削除の項目部分が逆にダウンロードとなっていますので、このボタンを使って再びデバイス上にその写真を持ってくることが可能です。こうしてよく閲覧する写真はデバイス内に持っておくというのは、運用上の小さなコツと言えそうです。同じことは動画データにも当てはまります。特に動画の場合、高精細な 4K で撮影したデータなどはバックアップ時にフル HD に画質が落とされてしまい、機種によっては肉眼でわかる程度の劣化が発生する場合があります。また動画の場合は再生時の読み込みに結構時間がかかるようになります。動画撮影を多用する方だと Google フォトの使い勝手が今一つと感じられるかもしれません。そこで一つ運用方法として考えられるのが、普段からバックアップはオフにして使用するという方法です。オフにした場合、写真や動画は自動では一切バックアップされず、詳細画面から今すぐバックアップのボタンをタップしたものだけがバックアップされるようになります。絶対に消失しては困るもの、重要な写真やPC など他のデバイスで閲覧、使用したい写真だけをバックアップしていくといったことも可能となります。動画撮影を多用される方や、無料の 15GB が逼迫してきているという方も、こうした運用を検討してみてください。もちろん Google フォトに自動ではバックアップが取られないことになりますので、端末の紛失などに備えて、定期的に外部の記憶装置にデータをバックアップするのが無難です。次に、繰り返しとなってしまいますが、Google フォトはアプリで削除を行うと、本体の元データもろとも削除される仕様なので、Google フォトのバックアップ側だけを整理するのは原則できない仕組みになっています。ただし、これには抜け道のような方法があります。一応 Google 公式でもきちんと案内されている方法です。その方法というのが、パソコンのウェブブラウザから Google フォトにアクセスして、そこで写真を削除するというものです。まずスマホアプリ側でバックアップ設定をオフにして、一時的に同期を解除する必要があります。その後はブラウザ側で通常通り削除操作を行うだけです。これにより、スマホ本体の写真を残して、Google フォトのバックアップだけを削除することが可能です。この後にバックアップ設定をオンに戻したとしても、ブラウザ上での削除が反映されることはありませんでした。以上、Google フォトの使い方について見てまいりました。長くなってしまいましたが、操作に困った際など、ぜひご活用いただけると嬉しく思います。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。気軽にコメントやチャンネル登録いただけますと幸いです。またメンバーシップにて弊社動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければぜひご登録ください。それでは次の動画でもよろしくお願いします。